どうもこんにちは。株式会社澤茂美代表取締役の澤茂美です。今日はお話を聞いてくださってありがとうございます。早速中身の説明の方をいきたいと思います。ブレインマシンインターフェース、ブレインのマシンインターネット、これらをつなぐインターフェース、この事業説明資料について説明いたします。人類アップデートプロジェクト、1000人の秘書にサポートされる自由。導入です。人類にとって全ての価値は一つの例外もなく脳から生み出されています。そうです、脳、これこそがまさしく人類の次に目指すべき研究対象であり富の源泉です。この事業のミッションです。生物史上初、遺伝子以外の方法、ブレインマシンインターフェースにより人類を進化させる。脳内にチップを埋め込み、ネットと脳がシームレスに会話でき、あなたは100万冊の本に相当する情報を常に持ち歩き、好きなところから瞬時に読めるようになるのです。2030年、記憶を問う試験はなくなり、人間の仕事は考えることとなります。それはまさに、1000人の優秀な秘書に同時に囲まれ、常にサポートされているような自由を手に入れている状態です。現在ブレインマシンインターフェースは非侵襲性、つまり脳に傷をつけないような形で、脳内活動を外部から読み取り、例えば念じるだけでマウスカーソルを動かしたりする、こういうことはできるようになっている技術ですが、体に傷つける侵襲性、こちらで人類の性能を飛躍的に向上させる、こういうものを目指しています。事業計画書です。まず収支の概要ですが、調達資金8年間で50億円、当初3年で10億円、収益化は9年目から考えています。そして、15年後には ROI で、約30万倍、ほとんどの、人々がこのブレインマシンインターフェースの便利さに取り憑かれて実装する、こういった世の中になるというふうに私は考えています。事業の内容です。脳埋設のチップを開発して人体実験とそのチップの量産を行い、人類への普及を目指します。これによるベネフィットとしては、人類は自由と創造性を手に入れます。そして時間と生産性の向上も手に入れます。なぜ人類をアップデートしなければいけないのか。人類をアップデートする素地はすでに揃いました。ディープラーニング強化学習、その他の技術、これまで認知革命、農業革命、産業革命、情報革命が起こり、今人類の生産性は急激に高まっています。しかし人類の能力依頼は有史以来一度も向上していない。現代のストレスの本質の原因は相対的な人類の能力の低下、これにあると考えています。今こそ人類のアップデートを起こす転換期となります。さて、私は陸上自衛隊で24年間勤務してきました。人類のコミュニケーション不足がボトルネックとなり戦争が起こりうる、こういったことをずっと勉強してきました。その24年間の経験の中で軍事の世界、究極の理不尽を知りました。それはすなわち鉄の暴風雨と呼ばれる砲爆弾の雨、金属の雨、これの中で生身の人間がいかに無力であるかということ、どんなに訓練しても克服できない虚しさ、どうにかしなければいけない、私の人生をかけてもどうにかしなければいけない、そう思い国家公務員を退職しました。私の人生の使い道は人類のコミュニケーション能力の向上。それではベネフィットを分析します。まず関係者、脳科学者、医者、プログラムチップ開発者、そして投資家、顧客、そして人類というところに分けて考えます。まず脳科学者や医者はこの研究実装により人の脳の膨大なビッグデータを手に入れ、研究し放題、世界初症例取り放題、
絶好の研究材料を得てきます。また、プログラマやチップ開発者は独占契約による高収入及び多数の特許を手に入れ、また開発者としての栄誉も手に入れられます。投資家の皆さんは、史上初の今までにない天文学的な ROI を手に入れることができます。また、石油の利権、これを超える新たな市場の創造が可能になります。顧客としては自由の創造、自由と創造性を手に入れ、時間と生産性を向上させます。これは全人類、実装した人ということになります。そして人類に対する貢献として、哲学的にはクオリア問題、我々が感じているあの感覚というのは、脳の中で何が起こっている結果なのか、これに対して一つ大きく寄与することができます。また、思考のメカニズムを解明する、それに寄与することにより、AGI、アーティフィシャルジェネラルインテリジェンス、汎用人工知能の開発が大きく前進します。脳機能の低下、例えばパーキンソン病など、いろいろなさまざまな脳の中で起こっている現象に対して、能動的に作用することができるようになる可能性があります。また、脳以外の病気の克服、脳のホルモンバラ、脳のいろんなところを刺激することによって、ホルモンや体の体調、いろんなところを制御できる可能性があります。そういったところも視野に入れて研究を進めていくことができます。また、ストレス、精神疾患等の改善に寄与することが期待されます。また AI、人工知能にと共存していくために人類は今後人類の能力を向上させていかなければいけません。すなわち、経済的、哲学的、医療的に人類に及ぼす影響は極めて大きいものです。それではこの BMI、ウォロチップと命名します。これの概要について、まずスペックですが、非接触充電、地位などの技術を使います。また無線技術、Wi-Fi や BLT、Bluetooth Low Energy、侵襲性のチップ、脳の中にチップを埋め込みます。ソリッドステートデバイスやインターネットと接続して、さまざまな情報を直接脳に送ることができるようになります。またそれらの人間の脳のどこに刺すかによってそのパターンというのは変わってきますので、どこに刺してもそれを自動的にですね、入出力のパターンを制御してチューニングしていくような機能、こちらの方を実装します。その結果、性能としては、情報が声や直感として自分の脳に感じることができる。そういう入力が可能になります。また、内観、自分の中でこんなこと思ってるんだよなっていうその内観ですね。それをデジタル信号として出力が可能になります。ロードマップです。現在2020年ですが、前半25年のところで、脳へこのチップを実装にいたし、実装します。実装にするにあたり、試作を1、2、3と繰り返して、テスト、安全性、バグ、いろいろなものを検証しながら、実際に脳の中に埋め込む手はずを整えます。その後、実際に埋め込んだもの自体は変更しないまま、その入出力関係でいろいろ研究、情報を取り出してチューニング、どういうふうに改良していくのかというところを調整3まで行ってプレリリース、そしてリリースを2030年計画しております。iPhone の次に来るのは何なのか、汎用人工知能ではありません。それは BMI、ブレインマシンインターフェースです。真のイノベーションが起こるときとは一体どういうときなのか。なぜメルカリは群雄割拠を勝ち抜き一強となったのか。他にもいろんなサービスがありました。でもなぜメルカリだけが生き残ったのか。それはほんの少しだけ面倒くさくなかったからです。出品者にとっても買う人にもほんのちょっとだけボタンの位置がいいとかクリックしやすいとか押しやすいとか分かりやすいとか一手間少ないとかそういう面倒くささが少しだけなかっただけでどんどん人が集まって最終的にはそのプラットフォームしか残らなくなった。つまり真のイノベーションは常に当たり前だった面倒くささを当たり前でなくした時に起こるんです。そうです。車輪を発明したのもエンジンを発明したのも
え、これって当たり前だよね。当たり前なんだから、こんなめんどくささ、めんどくさいとも思わないよね。というところに対して何かが出てきて、あのめんどくささは当たり前じゃなかったんだ。もっと簡単だったんだ。このことに気づいたときに、イノベーションの爆発が起こるんです。例外はありません。つまり、調べる時間が、思い出す時間が、たった1秒早くなるだけで思考は劇的に加速します。あれなんだったっけって思うその時間で、さっきまで考えていた思考が止まり、これからどんどん飛躍的なアイデアにたどり着くはずだった思考が、ブレーキ、ブレーキ、ブレーキをかけられることによって、あれ調べてからにしよう、これ調べてからにしよう、ちょっとこれ曖昧だなって言ってる間に思考が減速するんです。これをたった1秒、シームレスになるだけで、調べる手間が、Hey Siri って言う、これをめんどくさい。このめんどくささがなくなることによって、人類は考えるということに集中して、その能力を最大限に発揮できるようになります。そして最終的には、GAFAM を超えるプラットフォームを、このチップを作ったこの一社が独占することになります。なぜならば、Google、Amazon、この資金力の源泉というのは、顧客に見せる情報をの順番を制御することができるという点にあるからです。このチップを手に入れた暁には、それを制御するプラットフォームとしての機能をすべて担うことになります。何千億円、何兆円かけて広告宣伝費行われていますか？どれもみんな私を見てくれ。それが大して見もしない、読まれもしない、チラ見すらされないような状態でどんどん流れていく現在のテレビ CM やインターネット広告。この情報は必ず相手の脳に届くんです。このプラットフォーム、こちらにさらなる利益、さらなる人類の向上が隠されています。つまり、今まで我々は五感しかありませんが、この五感にもう一つ新しい感覚入力器、つまり本当の意味での第六感。今までテレパシーと呼ばれていたものが、何か情報が来て頭の中にその音が、声が聞こえてくる。情報が分かった気になる。そしてその情報を使ってまた考えることができる。真のテレパシーを手に入れることができるのです。それでは競合の分析です。テスラモーターズのイーロン・マスクが約1000億円かけてブレインマシンインターフェース、ニューロリンクというものを開発中です。でも、できない。最大の理由は適切な被験者がいないことです。この研究は猿の脳みそに刺してもできないんです。わからないんです。チューニングできないんです。それでは適切な被験者とは一体何か。それは被験者自身が脳科学に精通しており、内観、自分の頭で感じていることと入出力パターンの対応からチューニングできる能力を有する。ああ、今脳内でこんなことが起こってんだな。そういうのに対して、ここを変更した方がいいんじゃないか、あっちの方やった方がいいんじゃないのかというのを内観と合わせながらチューニングして、リアルタイムでそれができるようなコンピューターを作っていかなければいけません。また、もしこのチップを挿したら、常に亡霊が見える。常に恐怖を感じる。常に痛みを感じる。不安を感じる。なんてことになる恐れもあります。しかし、それらの不安などの内観を解釈変更できる能力を有する人間。つまり、例えば、あ、痛い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 、痛くない痛くない痛くない、あ、やっぱり痛くない。というふうに自分の脳内でリアルタイムに回路をつなぎ直して、その解釈を変更できる。そして実際に痛みを感じることがなくなる。例えば、耳鳴りが聞こえた、耳鳴りは聞こえていない、聞こえてない、ほう、やっぱり聞こえてない、消えた。こういったことができるような人間でないと、途中で恐怖に苛まれて実験が継続できなくなる可能性があります。一度埋めたチップを5年以上埋設して実験を続けなければいけません。これらに耐えられる最適な被験者は。ということで、BMI 開発における問題点をまとめます。まず、テクノロジー技術面においては、すでに実現可能です。今ある技術だけで実現ができます。しかし、それをどうしたら、思い通りに脳の中に声が聞こえてくるのか。
感じることができるのか。これは理論は大体できていますが、実際に実験を伴ってトライアンドエラーを繰り返さないとできません。ここはまだこれから。道筋は立っていますが、これから作っていきます。そして最大の問題点はこの被験者です。この人間以外にはいません。つまり、苦痛等に関する脳内感触をの変更を行う訓練を受け、かつ自身の脳内で何が起こっているのかを認識できる知識を持ち合わせて5年以上の人体実験に耐えうる人間、これを用意することが最も困難であり、他者ができない最大のポイントになります。我が社は社長自らがこのミッション、思いを持ってこれを実施します。本プロジェクトを応援してくれる方々、今私のこの考えに賛同して一緒にやってくださる方がどんどん増えていきます。まずは第一号の方として東京学芸大の鈴木先生、断然このチャレンジを応援するというコメントをいただいております。本プロジェクトの発起人は私です。43歳、陸上自衛隊24年勤務、組織論、隊員指導、ミサイル指導、ミサイル開発等々を経て、二刀陸佐で退官。現在、株式会社沢重美の代表取締役、三児の父。ランニング、腕立て伏せ、読書、子育てが趣味です。ご清聴ありがとうございました。これから資料をさらに作り込むとともに、実際にやる内容の具体化、私とこの考えに賛同してくれる仲間を集め、実際にこのプロジェクトを力強く推進していきます。皆様、何卒お力添えをよろしくお願いいたします。イエス!イエス!イエス!